マスターマインドの皆さん、こんにちは。ちょっとこういう格好でお届けするのも恐縮なんですけども、緊急で皆さんにお届けしたいことがあります。それは売上が上がったからマスターマインドが終了ではないです。思考を変える方ですよ。思考を変える方が本物です。なぜなら稼いだお金っていうのは結局なくなるんですよ。でノウハウで短期間で稼いだお金っていうのは基礎力がなければ簡単に崩壊します。ですんでですね、もう言ってみれば逆説的なんですけど、今毎月5万前後でね、上下している人の方が、それは5万の基礎力がついてるんで、こっちの方が安定するんですよね。ただ逆にドーンと上がってしまった時に、上がった時に上がったことを維持するものが目的になってしまうと、これは危ないです。なぜなら我々は基礎力をつけて、基礎力について売上を上げるのが本論なんですよ。そして基礎力をつけるためには、もうノウハウで売上が上がればいいなってマインドを排除して、力をつけていくことによって不動のですね、不動の売上を作っていかなければならない、不動の提供と感謝を作っていかなければビジネスが成立しないわけですよ。じゃあ不動のそのマインドセットを作って、不動の売上とか提供を作るものは何なのかって言ったら、変化に対応できることなんですよ。変化に対応です。じゃあ今急に ASP がなくなった時に同じ売上が維持できますかっていうのが求められてるんですよ。ASP がなくなった、アフィリエイトが禁止になった、それでもマインドセットができたら必ずビジネスは続くんですよ。で、私はインターネットがない時から同じような売り上げを作ってきて、たまたま今インターネットを使って売り上げを作ってるだけなんですよ。根底にあるマインドってのはずっと一緒なんですよね。網戸を見れば売れると、石を見れば売れると、0円不動産売れるというようなね。で、インターネットも0円でできる、売れる、儲かるっていう風に来てて、たまたまインターネットを使ってるだけです。インターネットが法律で禁止されても、私の暮らしや私の収入は変わらないと思います。変わらないんですよ。なぜなら、マインドセットが売り上げを作っていて、マインドセットが提供と感謝を支えてるからなんですよね。じゃあ今回、逆説的なことを言いましたけどもね、ノウハウを、虎のノウハウをポーンと使っていただきました。売上見たこともないのアフィリエイト報酬、やっぱり確かに上がりました。これはノウハウなんですよ。このノウハウの中に、基礎力はないんですよ。言われた通りにやって、ある一定の確率があるけども、言われた通りにやれば売上が出るっていうスキームをこちらで作って、マインドで作って、それを使ってもらってるだけなんですよね。いわゆる、これはな、私がフェラーリを作って皆さんに乗せているって状態です。じゃあ皆さんフェラーリには乗れています。スピードも出ます。運動性もいいです。でもフェラーリが故障した時に直せますかって言ったら、直せないですよね。私は直せるわけですよ。私は直せるし作れるんですよ。それがビジネスの根幹なんですよ。ダメになっても作れる、壊れても作れるっていうところがビジネスの根幹です。ぜひですね、ここから改めて気を引き締めて、売上が出るようになった、それはそれでやっていくんだけども、そこに依存することなく、マインドセットをやっぱり作っていかなければならないんですよ。マスターマインドしなければならないんですよ。自分の思考を変えていくということなんですよ。それではですね、今回公開映像にも上げてるんですけども、銀行に行った時のエピソードをぜひ聞いてください。で、この感覚を持っているかどうかってことをね、やっぱ確かめていただいて、自分のマインドブロックがどれだけ重いのか、そしてマスターマインドになるために、マインドチェンジをするためには、まだまだ情報の咀嚼が足りないとかですね、もっともっと別の見方をしなければならないと、思考をフル稼働させなければこのマインドブロックから抜け出せないってことをね、認識していただければと思います。ちょっとね、安ぎ場合に申し上げてちょっと申し訳なかったんですけども、今回の動画、銀行のエピソードね、ちょっと見てください。この直後に見てください。よろしくお願いします。